テレビと共に痩せましょうは、読売テレビ制作、日本テレビ系列で1959年頃放送されたテレビ体操番組である。同番組は、日本の美容研究家の草分けと言われる、和田研究所創始者の和田聖郎が、自らの考えるダイエットメソッド、和田式、フィギュアリングを広く普及、促進することを目的として放送されたもので、和田自らが講師を担当し、 体型に悩む女性を中心にその美容体操の指導を行った。この番組をきっかけに、和田式フィギュアリングのメソッドはた叩く間に世間に広まり、和田を日本のダイエットの素、美人作りの草分けとして称えられ、1967年に和田研究所主催で再開されるミス日本受賞者をはじめ多くの体型に悩む人々に、このメソッドが受け継がれている。 日本テレビでは平日朝の休止時間を短縮した1962年度からネットを開始、日本回送の一社提供。放送時間は金曜11時15分から12時だったが、1963年1月より平日11時40分11時45分に、現在も継続中のキューピー3分クッキング平日11時45分から12時に、 三つは石鹸提供の勝ち抜き買い物ゲームをそれぞれ設置するため、金曜11時10分11時40分に繰り上げ、縮小し、同年9月まで継続した。ありがとうございます。